今日13時からだから。サスケさん、入っても大丈夫ですか？お、はい。どうも。おはようございます。おはようございます。ポケットにアイカーの SNS を早速宣伝しておきました。ありがとうございます。そうしたら、結構いいねがついていました。フォロワーもアイカーの方も多いはずですから、注目してくれてるということです。やっぱりアイカーの人たちはあったかいですね。お客さん、たくさん来てくれるといいですね。まあ、ソーシャルディスタンスを保てる分しか席確保してませんけど、そうしてくれないと困ります。では、ひまり連れてきますね。後ほど。はい。お疲れ様。お疲れ様です。二人ともありがとうね。しかし、すごいところでお芝居しようとしてますね。だろう。お客さん来ますかね。まあ一人でも来てくれたら御の字かな。俺が相川にできるのは芝居を書くことだけだから。優しくしてもらった分の恩返し。相川で少し成長しましたね。どこから見せんだよ。いいから早く仕事して。へい。息子のくせに生意気だぞ。会長。あ、こんにちは。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。どうも。楽しみにしてます。ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。いよいよですね。ありがとうございます。どうもどうも。こんにちは。ありがとうございます。ちゃんと挨拶。いらっしゃいませ。皆様、本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。私は東京から引っ越してきまして、右も左もわからない中、町の皆さんに本当によくしていただきました。ありがとうございます。そして家族にとても助けられました。こんなわがままばかりの私と共に生きてくれています。ミニー。
慎太、本当にありがとう。この町で家族と共に自由に生きる喜びをかみしめております。私にはお芝居しかありませんので、この相川町へのご恩返しに公演を打たせていただくことになりました。60分間という短い間ではありますが、どうか現実をお忘れになってお楽しみいただけますことを。それ俺の妹だから。お兄ちゃん違うから違うってやめろって。これが僕の信じた道だから。でも一人では進めない。大切な人がいるから歩める道なんだ。教えてくれてありがとう。慎太君が信じてることって何かある？お父さん、お母さんだよ。周りも一緒。お疲れ様。うん、ありがとう。この間はごめんなさい。何が？言い過ぎた。間違ったこと言ってなかったよ。うん、私もそう思う。思うんかい。慎太さ、うん、相川町に来て笑顔溢れたよね。うん、確かに。やっぱり自然が多いから心が豊かになるのかな。相川町があいつに合ってるんじゃないのか。うん、慎太が楽しいのが一番だな。あなたもね。ん？うん？何だろうな。何や、気になるじゃない。相川町の愛ってさ、本当に愛を感じられるって意味なのかもね。私、相川町に来てよかったよ。えっ、どうしたの急に熱でもある。いや、もういちいちムカつくんだよ。ミミちゃんをイラつかせるのが俺の特技なんで。いや、子供の成長って早いね。教えられることばっかり。うん、本当にね。さすがお兄ちゃんになるだけあるわ。確かにいつでもお兄ちゃん。お兄ちゃんに負けないように家族のことしっかり頼みますよ。マジで？やったお祝い金がもらえるの。
ので手続きを忘れずにね。死んだ。行ってきます。一人の体じゃないんだから気をつけてね。はいはい。ミミちゃん、ん、はい、これお弁当。ありがとう。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。よし、今日も頑張ってこい。その通りに過ごしてる。かわいくない。よし、やってこい。行ってきます。この度は出産おめでとうございます。ありがとうございます。こちらが愛川町でのご出産等のパンフレットになります。こちらは愛川町の出産祝い金のご案内と、こちら児童手当の制度のご案内ですね。愛ちゃんの家の引き換え券、お金もらえるんですか。はい、差し上げております。これで家族にお米を食べさせてあげられます。いや、すごいですね。愛川に来てよかったな。行っていただけてよかったです。サスケ先生ですよね。はい、ファンです。サインください。おどこに書く。びっくりした。ここに。こっちね。愛川町に移住しようと思って下見に来たら先生がいらしたんで、ずっとずっと機会伺ってました。そうなんだ。僕決めました。愛川町に移住します。お、移住するんだ。ほい。ようこそ愛のある町、愛川町へ。